今ね、あれ書いてんの、コンサートの特典みたいな直筆メッセージを書いてるの。へーって感じで。おかえりなさい、ただいま今日でも家にいたけど。お久しぶり、お久しぶりです。はあ、ね、イルミネーションすごい綺麗だった。でも本当に人がいなくて、あんまり私たちが、私と昨日ミハでイルミネーション見に行ったんですけど、あのときメッセのね。そしたらさ、人がいなさすぎて、え、この世の中には私たちしか存在しないんじゃないかって錯覚しちゃうくらい人がいなくてって思ってて、そう写真撮ってたらカップルが来て、あ、来たよって思ってて、そうもじもじした、多分私たちより多分同い年ぐらいか年下ぐらいの、20歳ぐらいかな、若いカップルがいて、もじもじしてて、いや写真撮ってあげましょうかって言うべきだったかな。でもやっぱ私もミハもやっぱズーズーしいとこ結構あるから良くも悪くもだからさ、迷ったよね、あれ絶対声かけるべきかな、いやでもと知らない人に声かけられたらみたいな、でやめちゃったけど結局。昨日ずっとずっと、一昨日ぐらいにミハとその約束してイルミネーション行きたいねみたいな、でじゃあ昨日空いてたから行こうってなって約束したんだけど、もうずっと朝から天気がなんか雨降ったりやんだりの繰り返しで、一回諦めかけたんだけど夜に急にやんだから行こうってなって、で結局ね、すごいその私とミハが撮ってる時は雨も止むし風もなくて最高だった。でみんなお気づき、私が髪の毛前髪切った、お気づき、しかも髪の毛暗くしたのお気づき、まあいいですけど別に気づかなくてもお気づきって感じで、こんばんは。お気づき、一昨日から気づいた、嘘つけ一昨日変わってないし。で、あ、そう、なんか言うことがあったけど、あ、そう、あの、まあ近くにないからいいやあの、あ、近くもいいや、長野未来デザインアワードのあのチラシが実は劇場に置いていただくことになったんですよ。だからぜひあの劇場に行った際にはお手元に持ってください。このあとツイッターでも宣伝するけど、宣伝というか、そんなめちゃくちゃあの私が乗ってるとかじゃないんだけどそのまあデザインアワードの詳細とかが書いてあったりとかするので、ぜひ置いてあの見てくださいってな感じでそういうお知らせです。ということで書かないとな。コンサート来てくれてありがとうの感謝の気持ちをね、ファンの方。さっきボイスメッセージ聞きました、ありがとう。そうちゃんと送りました。そうミオタの広報誌山百合もいただきました。
まだ書いてないの。まあ、あと2日ぐらいで書けたらゆっくり。こんばんは。そんな感じで、そうまだ書き終えてなくて、こんばんは。そうボイスメッセージね、この間間違えちゃって、そのいつもボイスメッセージって自分の携帯 LINE で撮って、それをスタッフさんに送って、スタッフさんがチェックして、スタッフさんがやってくれるって感じなんだけど、撮ったままスタッフさんに送ってなくて先々週かな、だから送りそびれちゃって、でもいや、このまま送ろうって思って土曜日に送っちゃったすごい最近、昨日めっちゃね、昨日ね、すごいまた話が変わって申し訳ないんだけど、新潟のマテリアルカフェって知ってます？バンダイにあるおしゃれカフェなんだけど、あの三日月イタリアンの近くにあるんだけど、そこで一人でそのランチ、もうランチじゃないね、16時ぐらいに、私からしたらお昼ご飯だったんだけど、もう意味不明なご飯食べたの。そうふわふわのパンケーキがあるところなんだけど、そこにね行った時にカレー食べてたのそう今日メールで送ったと思うんだけど、そしたら一人でカレー食べてたの。そしたら女の子3人組が来て、私はその3人組がね、サーヤとチカナと大塚ナナミちゃんにそっくりだったの。だからあっ、あっって顔しちゃってそうなのって顔したら、でもよくよく見たら3人とも違くて、3人とも似てるなんて珍しすぎるじゃん。3人いて誰か1人がメンバーに似てるだったらまだわかるけど、3人中3人メンバーに似てたから、あっって思って、あっって顔したら、向こうがなんかみたいな顔されて、そりゃそうだよね、知らない人なんだもんよくよく見たら違かった。メンバーの3人と同じ似てる人に会っちゃったすごい、もまめのカレーで店が分かりました。すごいプロマテリアルカフェ美味しかったですよ。ああそうだ、焼肉が好きって言わないと私焼肉が好きって言わないと、焼肉好きなんだよねって言わないと。やばすぎ、焼肉好きなんだよねマスク時代ある、そうだね、マスク時代あるあるだよ。またみ、すごいねえ、ありがとうございます皆さん本当。待って四十からさん、ありがとうございます。みんなの名前読み上げたい。アップルシードさんも、ユージーさんも、みんなの名前読み上げたい。ちなみに好きな焼肉屋さんはあんまないですあんま行ったことないでも、あーもう名前が出てこない。え、サイリウムなんだけど、すごい炭、わかんない、あ、なんとかっていうお店があって使えない女、ね、タントン、炭トンって書いてタントンっていう焼肉屋さんがあるんですよ。本当に美味しくて、
回打ち合わせでスタッフさんに連れてってもらったことがあってってなったの。マジでみんなに一回行ってみてほしい。牛角はねあんま行ったことないんだよね。でも私は焼肉屋さんはそうあんまりないね。そう駅前にあるんだけどめちゃくちゃ美味しいの。ちょっとお高いかも。だから私も自分では行かない最悪スタッフさんに連れてってもらうだけなんだけど、はああって感じなんだけど、そうなの。今日もネイルが可愛い、ありがとう。おごりの焼肉最高、わかる。本当に。でもマジで NGT のなんかまあ一応ご飯行った時は先輩が払うみたいな文化は絶対西荻が作ったいいんですよ、別にそんなめちゃくちゃ高いお店に行くわけじゃないからいいんですけど、もう絶対おごり文化は西荻が作ったね。でもあの二人がもう地盤固めだから、あの二人同期でもおごるしね、びっくり。そうなの、西荻本当に。あの二人がねメンバーとご飯行ったらおごるっていう文化を作ったから、もうだってさ、私めっちゃびっくりしたことがあってこの手何?3 年前ぐらいにね、その私とミハでご飯行ってたんですよ。そしたらマリちゃんも来るってなって3人でご飯食べてて、その後また劇場に戻らなきゃいけないってなった時に、ちょっと時間がないからタクシーで行こうって思ったの。もうマリちゃんタクシーのお金まで出してくれちゃって、でも年上だからって言ったけど、もう違う違うみたいな、びっくりしちゃった。ご飯とかならさすがに分かるけど、タクシーぐらい払うてみたいな。と太っ腹だよね、心配になっちゃう心配になっちゃうよ。叙々苑は1回しか行ったことない。もう誰か叙々苑連れてって。本当に。じゃあ皆さんは焼肉はどの部位が好きですか？私はもうタンです。タンしか、タンしかじゃないけど、どの部位が好きですか？タン、ハラミ、タン、タン、レバー、うわーレバー食べれない私。ハラミ、ホルモン、ホルモンもね美味しいよね。好き嫌い分かれるけど、赤身も美味しい、カルビも美味しい。サガリイチボ、カルビにライスで。私はレバーが本当に苦手で、小さい頃レバー食べてわ苦手だって思って、そっからもうずっとね食べてなかったんだけど、この間じゃないね、もうずっと前なんだけど、スタッフさんにちょっといいところの焼肉連れてってもらった時に、ここのレバー本当に美味しいからめっちゃいいから食べてみてって言われて、やっぱダメだったの私はね。
年なのでカルビが少ししか食べれなくなりました。あら、必ずキムチ頼みます。私それが分かんないの。焼肉屋さん行った時にキムチ頼む人分からない。辛いものがあんま好きじゃないっていうのもあるんだけど、そんな食べないっていうのかな。私キムチとスープ頼む人分からない。偏見。え、なんで、なんかどうして焼肉屋行ってから、あのシュークリームじゃない、なんでシュークリーム出たの、なんで焼肉屋さんに行ってあのキムチ頼むんですか。シュークリームじゃない、間違えた。間違えた、シュークリーム間違えた。冷麺頼むのが理解できない。あー、理解できる。理解できる。ミハもそうなんですよ。ミハ絶対キムチ頼むし、あとミハはユッケ頼む、絶対。ナナコさんとは仲良くできない、悲しい、悲しい。ミハちゃんは絶対頼むの。ミハはユッケとあの塩キャベツとその他ものも頼んでる。キムチ頼まないんだよね。でもミハはもう辛いものが食べ過ぎて、辛い感覚が人とずれちゃってる人になってるから。正直そう、急い人いるじゃん、辛いもの食べ過ぎて辛いのかどうかわからない人。ミハもそれに近いんですよ。そう、辛いものが好きすぎて辛いもの食べても辛いと感じない、まだ辛くしたいみたいな。そう、ミハとリカとカドちゃんがそうなの。この3人ほんと辛さが分からなくなってる。豚足頼んだことない、絶対苦手かも。あとはなんだろう、私や焼肉屋さんで頼むのは、でもやっぱ冷麺頼む。私ね、冷麺好きじゃなかったの。もう何って感じだよね。情緒どうなってんのって感じなんだけど、冷麺が好きじゃなくて食わず嫌いだったんだけど、一回焼肉屋さん行って冷麺食べたら、あれあれみたいな。美味しいじゃんってなって、そう、はるか村とあおちゃんと大塚ななみちゃんと私とわしもいたっけな、いなかったっけな、まあそう、後輩たちだけで、そう4人ぐらいで私と行ったことがあって、焼肉に、そう、懐かしい、シャーベットピンクの MV 撮ってる時になんか青ちゃんが焼肉食べたいですって言ってて、そしたらはるかも食べたいって言った、なんかその場にいたなんか焼肉たかり後輩たちがいて、どうせななこさんでも連れてってくれないでしょみたいな感じだったから連れてってあげたんですよ。そしたら、そうなの、そこで冷麺デビューしました。冷麺に入ってるフルーツは大丈夫ですか。大丈夫じゃありません。もうやめてって感じだよね。もうなんでみたいな、なんでリンゴ入れちゃったみたいな、スイカなんでみたいな思っちゃう。本当に私はね、そう、もう変化球求めないのよ。
焼肉屋行ったらまずビール、めっちゃわかるよ。本当に。だから私はいつもその例えばサービスエリアとか行った時にそのご当地のなんかソフトクリームとかあるじゃないですか、そういうのがあるのにチョコチップ頼んじゃう人なの。もう王道なのよ私は。冒険しないの絶対に。これは美味しいでしょっていうものしか買わない。でもその割に人に勧めるけどね。他のものを。あと本当に申し訳ないんだけど、あ、そう、それ言おうとしたの。そう、諏訪湖沿いにイナゴソフトがあるの。なんか普通のソフトクリームな、あのバニラのソフトクリームなんだけどイナゴがぶっ刺してあるやつで、あれみんなに食べてほしい、勧めたかった。そうで、あのね、みんなに、これは別にみんなにやっちゃ、あ、全然何も関係ないことなんだけど、私、あ、そのみんなでご飯を分け合うのが苦手で、回し食べっていうの、回し飲みも苦手だし、中には例えばご飯屋さん行った時にじゃあこれとこれとこれを頼んでみんなでシェアしようっていう人いるじゃん。ってなっちゃうのね。これさ、よく本当は多分女の子は大丈夫な人が多いから、そう、男性は苦手な人が多いんだってこれ。でも女の子は結構そういう人が多いから、そうなんだよね。そう、もうこのご時世では全然ね仕方がない、あ、やらないからいいんだけど、なんかそうなの。あ、一口ちょうだいもやめてほしい。私は一口ちょうだいはあげる分には別にいいよ、だけど相手から絶対もらわない。あの、そう、一口ちょうだいって言われて、あ、いいよって言って、あ、でももちろんあのスプーンとか箸は買いますよ、だけど一口ちょうだいって私があげたら相手が、え、じゃあ私でも食べるって聞いてくるじゃないですか。その時、あ、大丈夫って絶対言っちゃう。諏訪湖と軽井沢と上田しか行ったことない。あ、そうなの。自己申告ありがとう。いいとこだよね。家内といつもシェアしてますけど。素敵。潔癖症じゃないよ別に。潔癖ではないんですけど苦手なの。私ね、触る系は大丈夫なの。なんか釣り革とかエスカレーターとか触る系は大丈夫なんだけど、食べる系とか水系が苦手。ねえ、四十からさん、またありがとうございます。みんなもありがとう。あ、あ、ありがとう。お母さんとかでもダメなの？これお母さんきっかけなの？正直私昔回し飲み平気だった人なんですよ。なんだけどお母さんが回し飲み絶対ダメで、そのでもそれお母さんが回し飲みダメってこと知らなくて、でも結構その中学生とかになってからお母さんがいや回し飲み絶対無理って言ってて、それを聞いてからなんか確かにって詳しく考えるよ、細かく考えるようになっちゃって、そっから苦手になっちゃった。最初は平気だったんだけど、なんか親に言われてから待って、私もかもって思うようになっちゃった。うん、サイクロンジョーカーさんもありがとうございます。ネオンマチさん、ダイさん、タッチニナソさん、ヒザさん、
ありがとう。ひささんめっちゃハート投げてくれてる、ありがとう。居酒屋ってほぼシェアしない？しないしない。でもその割に私こんなこと言ってたら、うわもうめんどくさ潔癖って思うじゃん。それなのに鍋は平気なの。もう西村奈々子情緒不安定って感じで、本当にめんどくさい日本、めんどくさい日本代表、本当すいません。めんどくさいオリンピックあったらもう本当に金メダル、あ金は言い過ぎだな、まあ、入賞はできるレベル。マジで、でも町長が、小園さんこんばんは。今日近菜のあの山百合を持って帰りました。そう鍋は火が通る、そうなんだよね。そうなの。絶対私が若干潔癖なのはお母さんのせい。私人にすぐ影響されちゃうからさ本当に影響されまん、本当に。私ってツッコミ満載だよね、わかる。本当にエスカレーターの手すりとかは平気なんだって。でもそもそももうエスカレーターの、あ乗るかでもコロナ禍でなんかしばらく東京に行かなかったじゃないですか。もうずっと家にいた時、久しぶりにね東京行くってなった時、電車に乗ってちょっとざわついてよね心いつもだったら全然席とか座るのにってなった。やっぱ免疫があったんだろうな、学生時代毎日電車乗ってたのに。白ニットかわいい、ありがとう。中華の取り分けもダメなの？え平気。えめっちゃ中華限定中華限定っていう、すごい小園さん、ほんとちょっとの時間だけで来てくれありがとうございます。ありがとう、オリゴ糖。みはちゃんが得意なやつ。わかる、東京の電車はやばいよね。でも私もうね満員電車はしばらく乗ってない、本当に。満員電車を避けて人生生きてきた人だから。あとありがたいことに学校の通学とかも混む反対方向の人だったからありがたいことに。そうだから毎日満員電車に乗りながら通勤してます、通学してますっていう人大尊敬、本当に本当にすごいと思う。焼肉は食べる分だけ自分焼く人？あのね相手による、その来てくれた人による。焼くことが好きな人だったら相手が任せるしって感じ。私はね満員電車避けて生きてきた人なのよ。満員電車苦手なのよ。本当にすごいと思うよ。一人焼肉行きたい。10年前くらいまで都内通勤でした。大変だね。だから本当にまあ西村家は良くも悪くも転勤族だから、マイホームに住んでるとかじゃないから気軽に引っ越せるっていうのはメリットですよね、電車が混まないように。そうそう、それは本当にありがたいわ。
わ、埼京線で通勤してたわ、やばい、超大変。都内、都会だと一人焼肉専門店あるけど羨ましい。あ、あるんだ。でも新潟にもないけど焼肉ライク。握手会で東京で電車乗って、これが満員電車かって言ったら、そうじゃないよって言われて、おもろ。すき焼きタワーがあるからタレをお届けです、ありがとう。なんかさ、私さ、いつもさ、その誰がその順位、このショールームの順位は見てるけど、誰がさどんなものを投げてくれてるかっていうのは知らないからさ、すごいみんな、私が気づかないだけで、まあ、薄々感じてはいたけど、こんなにみんなハート投げてくれたんだね、もう大好きじゃん。ありがとうって感じで、こんなにみんながさハート投げてくれてること知らなくて、ありがとう。電車で知らない人と触れ合うの嫌じゃない？うん、やだ。うん、それはやだ。でも私はそのどうしても混まなきゃいけない、まあ混む、ちょっと混むであろう電車に乗ってた時期は、あのまあこれやってる人もいるかもしれないけど、だいたい JK とか、まあ男の子もそうだけど、この学校はここで、この制服の子はここの駅で降りるっていうのをなんとなく分かってくるじゃん、もう毎日乗ってたら。それを私あの把握した上で、あの制服だからこの駅で降りるからこの子の前で座ってよとか。よくやってたよ昔。まあ言うそう、私はそんなに満員電車の生活はしなかったけど、あ、ここのセーラー服ね、はい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 みたいな。あそこの駅でしょうみたいな感じで、そう。懐かしい。それをしかも中学でやってた。大人になってからじゃなくて、中学の時に中1ぐらいの段階でやってた。女性専用車に乗れればいいんだけど、基本的に女性専用車ってその端っこが多いじゃないですか。真ん中ってあんまなくない？わかんない、あるかもしれないけど、だからわざわざホーム歩かなきゃいけないとか、急いで乗ったから端っこまで行けなかったとか、そういう時は、はいはいこの制服みたいな、はいはいこのネクタイねみたいな。あとだいたい制服ってそんな大幅に違うこととかないから、微妙な変化に気づけるようになった。あ、ここはお姉ちゃんの学校の制服に似てるどこどこの高校みたいな。あれ、これお姉ちゃんの学校、いや違う、ここがこうだからお姉ちゃんのところじゃないな、なんとかだみたいな、いろんな高校知れるようになった。それやばいよ、制服よりもレベル上がると顔で覚えてその人の前で立ってる、それやばいよ。怖、絶対怖がられてるよ、ね、また来た、あの人また来たみたいな。また来たんだがあの人みたいな、毎回私の前で立つんだけどみたいな、絶対それやばいよ。わかる、いつも同じ時間の同じ車両に乗ると結構認知する人いる、それはめっちゃわかる、あの女性またいるみたいな、でここで乗り換えるんだよね、はい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 みたいな。めっちゃわかる、めっちゃわかる。私は中学の時は乗り換えしてたから、
よくね把握してた。ほんとぎこちない通学電車。新潟だと一面しかいない。いいね。私さ、東京から、あ、間違えた、新潟から長野行くときに、まあ、基本的には新幹線で高崎乗り換えで行くんですけど、本当に1回だけ興味本位でちょっと値段が安いっていうのもあって特急白雪で帰ったことがあったの。もう絶対行かないって思った。時間かかりすぎて死ぬかと思った。もう最後もうこんな顔だった、長野着いた時。もう長野行く時は絶対使わないって思った。白雪だっけ、確かそう。結構しんどかった。しかも携帯使ってると酔っちゃう。そう、上越から長野は結構早いんだよね。わかる。私さ、本当に思うんだけど、ファンの方の中で一番多い職業って電車関係の気がする。本当にファンの人の中で実は何々の電車をなんかいつも運転してますとか、どこどこ電車のなんかこれですみたいな、めっちゃ多いの。これ本当検証したいぐらい本当に多い。JR で勤めてますみたいな、めっちゃ多いの。ほんと検証したい。いつか水曜日のダウンタウンでやってくれないかなやってくれないかな。ほんとにやってほしい絶対やってくれないよね。 NGT のファンの人、電車関係に勤めてる人多い説、やってほしいぐらい多いの。すごい、新幹線のボディ作ってるのすごいね。すごいな。いや本当にいっぱいいらっしゃる。新潟のなんとかの電車の人とか、あとたまに面白いのがその電車関係の人で、あのおしゃべり会、職場、同じ職場の人同士で来てくる、お、握手会と握手会ね、同じ職場の人同士で来てくれたことがあったんだけど、もう絶対上司部下みたいな関係性が分かる感じで来てくれる人がめっちゃ可愛い。いやもう絶対もう部下じゃなくて、もう上司感めっちゃ出してくるので、部下も部下らしくくるの。はいはい、あ、どうぞ先どうぞみたいなすごい、ここでもプライベートでも上下関係があって思ってなんかほっこりする、その仲良しな感じを見て。それを見て私は、あ、きっとこのあとこの二人はご飯行くんだろうな、で上司が多分ご飯おごってあげてるんだろうなって思いながら私は見てた。七子に会えるなら駅員もいいねいろんな電車乗るからな私。本当に仲良しのファンの方を見ると本当に嬉しくなる。本当に。え、じゃあみんなに聞きたいんだけど、例えばじゃあ NGT の応援してくださっている方同士でお友達ができたとするじゃないですか。その場合って
まあ、その方と一緒に NG っていうのをいろんな現場に行くとか推しの現場に行くっていうのはあると思うんだけど、その全く NGT に関係ない現場に行くことってあるんですか？例えばちょっとなんか熱海行きたくなってきた、一緒に行かないみたいな全然 NGT に関係ないところに2人で行っちゃうみたいな、なんか今度なんかご飯行きたいから一緒に行こうよみたいな、そういうのってあるんですか？ STU の現場ならそっちねえ、一緒に麻雀やったことある？そうなんだ、あるんだ、そういうこともある。すごい素敵だね、お友達が増えるのいいな。リアルにお友達なんてここ7年ぐらい増えてないよリアルに私、え、本当にそうかも。私新規のお友達多分いや5年ぐらい増えてないと思う。そんなもんか、そんなもんだよね。ああそうだよね、結局そうね、私たちの話になると嬉しいけど、だってこの間本当にリアルに考えた時、え、私今年一度も友達と遊んでないって思ったもん。プライベートのね、メンバーとかはあるけど、リモートで話すとか電話するとかはあるけど、あ、そんなない気がする。本当に、みんなありがとう。四十からさんもひささんもダイさんもみんなありがとう。みんなハートありがとう、ハートありがとう。ねえ待って、なんかすごいんだが、もう焼肉じゃん。ありがとう。なぜかオタク辞めた人と辞めてから仲良くすることもあるわそんなことあるの？お友達の奥さんも含めて家族ぐるみで食事に行ったことあります。素敵。家族の話一緒に見た後飲みに行きました。素敵。でも家族の話結構最初ね、あのいろんななんか、まあ、メンバー日向とかも来てくれたし、マリナとかミハも来てくれたんだけど、見に来てくれた人の中で4人ぐらい家族に連絡しましたって言ってて、なんか嬉しかったひなたも、いやなんかお母さんと喧嘩してたけど LINE してみようって思ったってひなたが言ってて可愛いって思ったあとあのにもうかれこれ何年単位で親と連絡取ってないって言ったスタッフさんも、なんか親に連絡しようって思いましたって言われて嬉しかった。本当に嬉しいね。本当に私はもう毎日連絡してるけど、長野公演の日1年ぶりに母から電話ありました。素敵。私電話あんま得意じゃなくて、なんか LINE もあんま得意じゃない。あーもうこの時代に向いてないLINE も得意じゃなくて電話も得意じゃない、あー向いてないこの世にそうレスポンスは早いんだけど、私何回もずっとやり取りするのが向いてないの。向いてないわ。そ
そうだから何も用事がなくダラダラやり取りできる人ってすごいって思う。私はもう要件が済んだらはいってなるから。まあそう本当に仲いい友達、それこそ東京女子流の庄司めいちゃんとかはもうすっごい電話する時とかあるけど、そうなの。私はもう本当に必要なことしか言わない。でもメンバーもそれ分かってるんだよね。そうなの。男っぽい。そうかもね。分かる。そうだからなんかお父さんとかがもうすっごい細かい人で、例えば私はいつも何時に家着くねってことだけいつも実家帰る時とかに言うんだけど、お父さんの場合今ここの駅に着きましたとか、例えば長野から東京に行くってなっても今高崎ですとか、もうそういう段階で行ってくるの。東京に着きましたで連絡するなら分かるけど、今高崎です、乗り換えしてます、今上野です、あと一駅で東京です、いや分かってる分かってるみたいな今なんとか駅です、あと何分で着く見込みです、コンビニに寄ったので何分押して着きますとか、もうすんごい細かくお父さんが言ってくるから、すごいなって思っちゃう。この人すごいみたいなしかもそれを別にこっちが返信しなくてもそう連絡してくれるから、そうちょっとずつ近づいてくんの。そうなの。だから私長野から新潟に帰るってなった時に高崎乗り換えるじゃないですか。お父さんに今高崎で乗り換えてますかって連絡が来た時、怖って思った見られてるってそろそろ新潟駅に着く頃ですよねそれがね来るんですよ。でそろそろ家に着いたかなみたいなみたいなお父さん逆算してるんですよ。震えるマジで。そう大体私が乗る新幹線とか分かるから、あ何分に高崎着くなとか何分に新潟駅着くなって分かるじゃないですか。だから毎回それを絶対仕事中なの。そんな15時16時にそんなお昼ご飯食べてるわけないじゃないですか100歩譲って12時とか1時とか、あとまあ19時とかね、仕事終わったとかわかるけど、絶対この時間仕事してるじゃんみたいな。そうでもいつもそうだから慣れちゃった。心配なんだろうね。ありがたいけどありがたいありがたい、いつもそうなの。きっと何時何分の新幹線に乗りますよねみたいな。はい、はい、お父さん大型です。西村家はみんな大型なんで。西村家はみんな大型なんです。初めてのお使いみたいなお父さん変装でついてってるのかも。やだ。でもさ初めてのお使いってマジで可愛いよね。あんなさ明らか超わかりやすいところにさスタッフさんとかカメラマンさんがいるじゃないですか。あんなの絶対大人がさ
買い物してる時にそんな自分の近くにずっとカメラマンさんがいたらさ、ビビるじゃん。あれはもうさ、純粋な子供たちだからこそ何にも疑わずにできるじゃないですか。中学生ぐらいでもビビるんじゃない？あんなし、こうやって近くにずっとカメラマンさんがいてさ、農家の人かと思ったらここにカメラ持ってずっとついてくる人がいたらさ、ビビるじゃん。あれはもう本当に5歳とか3歳とかだからいいんだろうけどさ、あれすごいよね。初めてのお使い、私の初めてのお使いはね、あの確かイトーヨーカ堂でシャンプーとリンス買ってきてって言われて、コンビニであのトラベルグッズ買ってきたので、お母さんに違うよって言われたの覚えてる。早かったねってお母さんに言われたら、私はセブンイレブンで買ったそのなんか2泊3日用のリンスとシャンプーを買ったの。お母さん買ってきたよまあそれ合ってるんだけどね、リンスとシャンプー、ちっちゃいやつ買ってきたの。すごいちっちゃい時だよ、多分幼稚園の年長とか。子供って可愛いわ。サイズがおかしいの。あと一回本当にびっくりしたことがあって、家の近くに自動販売機があったんですよ。で、小学生の時に低学年とかですよ、あのまあジュースかなんか買ってきてって言われて、お父さんに財布渡されて、なんか500円、100円ぐらい、まあすごい少ない金額渡されて買いに行ったら、なんかわかんないけど故障で1回ポチって押しただけなのに6本ぐらいアクエリアスが出てきたことがあったので、えってなってでも怖ってなんかドドドって落ちてきて、なんかスポーツドリンクみたいなのが本当にたくさん降りてきちゃったから、えって思って、でも、まあ、もらおうと思ってそう、一回いっぱい持って帰ってったら、お父さんに、いや200円しか渡してない、200円か200円か300円しか渡してないのにこんなに買えるわけがないって言って、めっちゃお父さんに疑われた。何したのって、奈々ちゃんお金持ってったのみたいな。うん、そんなことないんだけどみたいな。いや本当にでもゾゾゾゾって落ちてきて、でもその時に別に誰も周りにいなかったから、証言してくれる人がいないから辛かった。お父さんに必死に、違うお父さん、あ本当に一回押したらドラドラ出てきて、あのねってめっちゃ私超説明したのに、お父さん信じてくれなくて懐かしい。その自動販売機まだあるのかな、今度長野行った時見てこようもうない気がするけどな。結構なんかね、私が昔住んでた場所がなんかもうマンションとか建ってて、もうね悲しいよね。私結構長野の長野市の中でも結構引っ越し何回かしていたんだけど、もうね私が住んでた場所結構マンションになっちゃって、一軒家だったのに。すごいよね、一軒家で借りれるっていうのがいいよね。悲しいです。もう見慣れた場所じゃなくなっちゃうのは悲しい。長野市はどんどんと変わっていって、
僕の本当の実家どっちは介護施設になりました。そうなんだ。でもさ、なそれこそミハとか新潟のメンバーがなんかマンションに住むの憧れる、なんか実家お家でお家がマンションっていうの憧れるってすごい言われて、本当かよって思っちゃった今はみんなマンションとか住んでるけど、その実家がマンションどんな感じなのみたいな、そんないいもんじゃないって、絶対一軒家の方がいいじゃんマンション、そんなさマンションだから、まあ近所付き合いがないっていうのが人見知りの西村からしたら、まあ、ラッキーって思うけど、そんなにいいもんじゃないよね。団地暮らしはもうやだ。団地、私団地はめっちゃ勘違いしてた。本当に私もう世間知らずなんだなっていうか、本当知らないこといっぱいあるんだなって思ったのが、団地ってあの川沿いに住んでる人のことを団地っていうのかと私は思ってて、でアメトークで団地住んでた芸人を見て、あ団地ってなんか私が想像していたものと違うって思ったの、結構大人になってから恥ずかしい、本当に恥ずかしい、もう一生恥ずかしい。川沿いの家のことを団地っていうのかと思ってた、知らなかった。固まった、固まった、固まってない。そうなの、まあそんな感じ私の思い込み。団地は陽キャの子供だったら楽しいかも。陽キャじゃない。